もののけ姫でラストシーン原始の森がですね最後ですね、まあ死に絶えてしまう、枯れ果ててしまうと。でもその中で森が復活していくと、そこの中若木の中に小玉っていうやつがいるんですけども、これがものすごいちっちゃいんですけど、これが一匹だというか一人だけ生きてですね、で首をこう振ってるというシーンがあるんですね。これがですねそのトトロだというふうに後に宮崎駿は言っています。しかしこれの設定もですね実は宮崎駿が言ってるんですけど事情があってですね、実はこのシーンを担当した二木真紀子さんっていうですね天才アニメーターがいるんです。すごい優秀なアニメーターで死んじゃったんですけども、天才アニメーターがいて、これですねトトロということにしてくれませんかというふうに宮崎駿に言ったんですね。自分でこのシーン書いてて、最後木だけ生えてるというところにですね二木さんがこれ小玉一匹だけ出しませんかっていうふうに言って、宮崎駿がそれいいアイデアだね採用ってことになって小玉一匹だけ出てくる。そしたらその小玉がこれ後にトトロになったということにしませんか、出ないとこのもののけ姫っていう話ってアニメーターとして参加しててあまりにもやりきれないですって、なんで最後こういう風に人間っていうのはなってしまうんだというのがあって、やりきれないから最後希望が欲しいからトトロということにしませんかって言ったら、宮崎駿がああいいねその設定採用っていうことで、宮崎さんはこうあの設定採用したわけですよね。一応あのいろんなところには実は小玉の成長した姿らしいとかっていう風にいろいろ書いてるんですけど、これ後付けなんですね。一応公式として出してる文藝春秋のですねジブリの教科書というシリーズがあります。その中の梶田陳の巻で鈴木敏夫さんはですね、もともと宮崎駿ですね、宮さんにはトトロについてこんな妄想を膨らましていましたと。かつてこの世にはたくさんのトトロ族がいたと。彼らは人類と戦って滅ぼされたが、その生き残りがいろんな時代に登場する。中世ならもののけ、江戸時代には幽霊、そして今は隣のトトロと。トトロはそういう歴史上を背負っている存在なんです。ただ可愛いだけの生き物じゃない、恐ろしさも含んでる。まあなかなかねショッキングな発言です。映画見てる人っていうのみんなは日本から自然が失われた、昔は綺麗だった昭和30年の綺麗だった日本からそういう自然が失われた、だからトトロがいなくなったんだっていうふうに思ってるんですけど、違うと。人間とかつて戦って滅ぼされたっていうですねこれが宮崎駿がもともと思ってた隣のトトロのですねこのプロットというやつですよね。